にちは、辻啓太です。今回は絵が一気に上達する技法3面メソッドについて具体的に解説していこうと思います。とても基本的な考え方ですが、知っているか知ってないかで絵の出来にかなり差が出ますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではよろしくお願いします。これは一応リンゴの絵です。赤一色だけで描いてあります。これを3面メソッドを使って描き加えていきます。3面メソッドとは、ものを3つの面で捉えて描いていく技法です。つまり明るい部分、中間部分、暗い部分の3つを意識します。では実際に描いてみましょう。暗い部分を描きます。リンゴの下の方の光のあまり当たってない部分に暗い赤を加えます。こんな感じです。次は明るい部分を描きます。明るいピンクを入れます。ヘタの部分にも光が当たって明るくなっています。これだけで一気にリンゴらしくなりました。明暗の差によって形がはっきりしましたね。このように3つの面を描き分けることによって実物に近い感じが表現できます。この3つの面を意識しながらもう少し描き加えてみましょう。暗い部分に紫を少し入れます。影に青や紫を加えるとリアルな感じになります。今は3つの面の境目がはっきりしていますが、それを滑らかにしていきます。曲線の筋を描くようにするとさらにリンゴらしくなります。ヘタの周りの色の濃い部分にも暗い赤を加えます。輪郭にも濃い赤を入れました。中間の赤も加えて色の移り変わりを整えます。光が当たって一番明るくなっているところに白を少し入れました。輪郭はちょっと雑ですが、これで一応完成です。最初のと比べてみましょう。立体感が全然違いますね。今度は木を描いてみます。色鉛筆で下描きをします。葉っぱの塊をいくつか簡単に描きます。幹を描きます。右上から光が差している感じで描きます。あの塊一つ一つに対して明るい面、中間、暗い面を意識して描いていきます。明るい緑を入れます。光が差している方向の意識が大切です。木なのできっちり塗りつぶさずに大雑把な感じで大丈夫です。
明るい部分はこんな感じです。中間部分には普通の緑を塗ります。基本的には明るい部分の下に色を入れます。こんな感じです。最後に暗い部分です。中間部分の下の方に色を入れます。ざっと描くとこんな感じです。これだけでも木の立体感が出ますね。ここからもう少しリアルに描いていきます。実際の木はここまで明らかに密度部分が分かれているわけではなく、明るい部分の中に暗い部分が少しあったり、その逆もあるので、そのあたりを意識して3つの面の境目を曖昧にしていきます。普通の緑を点描で木全体に入れていきます。同様に暗い緑を入れます。今度は明るい緑です。明暗のコントラストを強くすると夏の日差しのような強い光を表現できますし、コントラストを弱くすると曇り空のような弱い光を表現できます。このあたりのコントラストの調整がうまくできるとリアルさが増します。この部分はこんな感じです。幹を描いていきます。やはり同じように3つの面を意識して描きます。中間の茶色を全体に塗ります。明るい茶色を入れます。どの部分から描いていくかというのは特に決まりはないです。ただ明るい色が他の色と混ざって濁らないようには気をつけています。暗い茶色を入れます。エラも少し描きました。3面メソッドで描くとこんな感じになります。とてもシンプルな考え方ですが、一気に物の感じが出ます。ここからもう少しだけ発展させてみます。光の当たっている部分に黄色を加えます。普通の黄色で大丈夫です。レモンイエローだと明るすぎるように思います。黄色を入れることで光が当たっている部分が強調されるのと、緑ばかりの中に黄色を入れることで色彩が豊かになります。
今度は影の部分に濃い青を少し入れます。青を入れることで影らしくなるのと、やはり緑以外の色を入れることで色彩に深みが出ます。最後に幹にも黄色と青を入れます。葉に入れた黄色よりも少し暗めの色を入れました。こんな感じです。最後にもう少し色を加えて全体を整えます。これで完成です。最後にまとめです。三面メソッドとは、そのものを三つの面で捉えて描く技法です。その三つの面とは、明るい面、中間、暗い面で、その三つの面を意識して描き分けることで、ものに立体感が生まれ、リアルさが増します。またそこをベースとしてさらにいろんな表現を加えることもできます。三面メソッド自体はとてもシンプルな技法なので、皆さんもぜひ一度試してみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。これからも絵に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画をお楽しみに。